エリック・ダイヤーは、イングランド・チェルトナム出身のサッカー選手。イングランド代表。プレミアリーグ、トッテナム・ホットスパー FC 所属。ポジションは、ミッドフィルダー、ディフェンダー。7歳の時、母親が、ポルトガルで開催されたユーロ2004関連の仕事を得たため家族で、ポルトガルへ移住。2010年には両親ともイングランドへ帰国したが、ダイヤーは、 スポルティング CP のアカデミーでプレーするために残った。このためダイヤーは、イングランド生まれではあるが、プレミアリーグでは、ホームグローン枠外での登録となっている。2014年8月2日、トッテナムホットスパー FC と5年契約を締結した。移籍金は400万ポンド。トッテナムでのリーグデビュー戦は8月16日に、行われたアウェイでのウエストハムユナイテッド FC 戦で、 後半ロスタイムに試合唯一の得点を記録した8日後のトッテナムのホームスタジアムホワイトハートレーンでのデビューとなったクイーンズパークレンジャーズ FC 戦でもコーナーキックからヘディングによるゴールを決めた2015年9月9日トッテナムホットスパー FC との契約を20年まで延長したことをクラブ公式 HP 上で発表した2016から17シーズンからは 同じポジションのビクター・ワニアマの加入もあり、センターバックとして主にプレーしていた。2017年4月1日のバーンリー FC 戦にてシーズン初ゴールを記録した。2018年12月に盲腸になり、手術を受け年明けまで離脱した。その後も細かな怪我を繰り返し、2019年7月にはメディカルチェックに問題があって、プレシーズンツアーに帯同できなかった。 2019から20シーズン途中の11月に新監督として就任したジョゼモーリーニョの下では守備的 MF として一定の出場機会を確保し後半戦からは CB にコンバートされた FA カップ5回戦の乗り実施戦では試合中に観客が自身の家族を侮辱したことを知り試合終了直後に観客席に乗り込み抗論に及び4試合の 出場停止処分を受けた。2020年7月21日、トッテナムホットスパー FC と2024年までの新契約を締結したことが、クラブ公式 HP 上で発表された。2020から21シーズンには、当初から CB として出場した。9月27日、リーグ第3節入荷する戦にて試合終了間際に、不運な形ではあるものの PK を検証し、 一から一で引き分けた。9月29日、カラバオカップ4回戦チェルシー戦にて後半に、トイレに行くためにピッチを離れ監督のジョゼモーリーニョが、呼び戻しに行くという事態が起きたものの、チームは、PK 戦の末チェルシーを下し、本人はこの試合で、マンオブザマッチを受賞した。イングランド代表でのダイヤー2015年11月、スペイン代表と、フランス代表との国際親善試合で、 初めてイングランド代表に選ばれフランス代表戦で初の先発出場を果たした。2016年3月26日に行われたドイツ代表との国際親善試合において代表初ゴールを決め、同年6月11日に行われた UEFA ユーロ2016グループリーグ初戦のロシア代表戦では直接 FK からゴールを決めた。 スロバキア代表との首位攻防となった 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では貴重な同点ゴールを決めイングランド代表の予選手一首を助けた11月10日のブラジルとの親善試合では A 代表で初のキャプテンを務めた 2018FIFA ワールドカップではグループリーグ第3戦のベルギー戦で欠場のケインに代わりキャプテンとしてプレー。 決勝トーナメントラウンド16のコロンビア戦では、PK 戦で最後の PK を成功させ、ベスト8進出に貢献した。2018年10月のスペイン代表戦で、セルフィオ・ラモス相手に強烈なタックルを仕掛け、昨シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝で、ラモスとイコンがあった、リバプール FC サポーターから絶賛された。ありがとうございます。